はい、モコフィットネスです、今日もちょこっと雑談始めていきましょう。月曜日ですね、皆さん張り切っていきましょう。すっかり春めいてきましてね、トレーニングの方も皆さん汗だくになってきたんではないでしょうか。僕も今日ね、120キロという超高強度のトレーニングを兄貴と二人でやってきて、もう汗だく、梅雨だくっていう感じでした。さあ、もう今日のモコフィットネスはもうこの辺で終わりにしてもいいと思ってるんですけども、僕もね、一応底辺 YouTuber ながらね、話題に乗っていかないとまずいので、いやだけど取り扱いますよ今回の話題。ガーミンの、840と540の発表でございますね。まずですね、4月20日から予約開始ということで、もうね、夏前には皆さんこれを使いまくってる方がね、多いんではないでしょうか。で、まあ、もうね、いろんな YouTuber さんが言ってるので、まあ僕が細かい話をしてもしょうがないですが、まあ一応、840シリーズ、2つ出ます。ソーラーバージョン、ソーラー充電バージョンとノーマル。540シリーズですね、ソーラー充電バージョンとノーマルバージョンですね。はい。まあ、ガーミンのこと知らない方が万が一いるかもしれないので、一応ね、フラグシップが1040となります。スマホみたいなやつですね。で、次のセカンドモデル、コンポーネントで言うと、アルテグラの位置に、位置付けと言っていいんでしょうか。それが今回、発売される840。そして105と言っていいんでしょうか。だから、コンポーネントでも105からレースとか、いろんなね、イベント等のね、最初のコンポーネントは105って言われる感じでもあって、ガミンさんもそんな感じじゃないのかな、540さえもうねはめとけば、まあレースイベントごとな全てもう全部できちゃうよっていう。で、全てできちゃうんだけど、その中で、じゃあそのアルテグラモデルの840、105レベルの、540の違い、まあコンポーネントだとね、使ってる樹脂とかね、硬さとか重さとか違うんですけども、最高はどういう風に違ってくるのか、やれることはね、どっちも同じなんです。はい。そしてですね、もうサイズも一緒、まあ、この通りですね、画面サイズが 2.6 インチで、解像度もですね 246×322 ピクセル同じです。はい。で、バッテリー、時間も、一緒です。まず普通のノーマルバージョンが26時間、ソーラーになるとプラス6時間になる感じですね。で、皆さんこうどのぐらいの外で、この画面が見れ、よくちゃんきちんと見れるのか、太陽光が激しい夏場とかもうなんていうのかな、もう画面見れないじゃないですか。もう反射しちゃってるっていうか、なんかもう、白くなっちゃって、で、それが今回は、75,000 ルクス。で、そこはね、皆さんね、ちょっと気になってるところではないでしょうか。このぐらいですよ。1万が晴天の太陽光ですね。で、65,000 ルクスが、晴天午前10時ぐらいの太陽光。ね、微妙なとこ言ってますね。でも、なんとなく皆さんわかるでしょ。で、75,000なので、このぐらいの、そんな間ですよ。なんか、晴天でもうビカッと来てる時だと、もう若干ね、75,000 ルクスを超えちゃってるので、ちょっと白くなっちゃう。だから真夏のね、昼とか1時あたりはね、さすがにね、ちょっと見づらくなるはずです。だけど、まあ3時とか、まあね、午後だと3時、2時、3時ぐらいかな、真夏でですよ。3時ぐらい。真夏だと、まあ、それこそ10時ぐらいあったらしっかり見えるはずです。で、これ、逆を返せば、冬、秋、春、もうほぼほぼね、1年の3分の2
の、時期はほぼほぼどの時間帯でも見れるっていうことです。逆に言えば真夏の逆に一番太陽 おテントさんが出てる時にちょっと見づらいかなっていうイメージでいきましょう。はい、それでですね、内蔵メモリーが840が 32GB、540が 16GB で、防水もね IPX7、 はい、で IPX7 っていうのはもう最高としては完璧だと思います。イメージですよ、イメージだともうお風呂にドボンと入れちゃって、あ、ちょっとした圧がかかってもまだ、防水機能としてちゃんと防水になります。はい、だから、再婚として豪雨が降ってこようがもう大丈夫です。だから雨には間違いなく心配ございません。はい、じゃあこの中でもこさんはどれを選ぶのっていうとこですよね。値段と性能を見て、で僕のガーミン歴、このいろんな経験上から間違いなくガチなのは840のソーラーなしが僕は買いだと思ってます。で予算がある意味余ってて、もう金をねバン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 ぶちまけたいって人はソーラー買えばいいじゃないですか。でもコスパといろいろ考えても、840のソーラーなしが一番いいところではないでしょうか。というのはですね、今回両者ともタッチスクリーンなんですよ。はい、で僕これ、ガーミンの、腕時計ですね、955というものを使用しています。はい、で僕壊れる前に945というモデルを、使っていました。945の方は 16GB です。つまり540と同じ、内蔵メモリです。で今回の955にして 32GB になりました。何が違うって画面のサクサク感が全然違うんです。はい、でタッチパネルじゃなかった時は正直 16GB のもっさり感でも良かったと思います。実際ただ今回どちらもタッチになったってことですよね。でタッチになったら如実にサクサク感が、欲しくなってくるんですよ。でそういった時にタッチが もっさりしてると嫌でしょ、わかると思うんですよ。この955のモデルは 32GB でかなりヌル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 動きます。そういった意味でせっかくのタッチ対応になったにもかかわらずサクサクしてないってことはかなりのストレスになります。なので僕は840の 32GB 搭載内蔵メモリのものを推奨します。で内蔵メモリっていうのは基本的にいろんな、バックアップをね、データをセーブするだけじゃありません。内蔵メモリが大きければ大きいほど頭に余裕が出てくるんですよ。あ、俺は余裕だと。だからそんな余裕だから画面動かせようが別どうでもいいよって、もうさっくり動かしてやるようじゃないのって感じですよ。840からすれば。で逆に540からするとちょっと頭が、小さいので、画面動かしてこっちはワット計算してちょっと画面動かさないでくれるみたいな感じになるんですよ。ちょっと分かりづらいなこの感じは。なのでだからそのサクサク感がね、やっぱりせっかくタッチじゃないんだったらまあいいとして、せっかくタッチだったら 32GB が買いだと思います。はい、まあこれが、僕はだったらそれを選ぶっていうところでした。皆さんはねどれを選ぶんでしょうか。はい、次に、コメントです。はい、これ単純に仕事は脳疲労です。でトレーニングは肉体疲労です。はい、そして両者とも共通するところがあります。肉体疲労と脳疲労、そこは副腎でございます。はい、腎臓の上にちょこんと乗ってる副腎というホルモンを出すところがあります。ここが疲弊するとトレーニングも仕事も間違いなく生産性が落ちます。もうこれは科学的に立証されています。なので副腎ケアをしていきましょう。で副腎ケアっていうのは、副腎って何をするところってところなんですけども、ホルモンをバンバン出すとこなんです。コルチゾールというストレスホルモンを出したり、テストステロンや体のホルモンを、出したりする部分なんですが、その副腎が疲労するとホルモンが出なく
くなっちゃうんですね。なのでトレーニングをするときはストレスホルモンをトレーニングをするときはアドレナリンをバンバン出していかないといけないのに、仕事で疲れて副腎がやられてるとそのアドレナリンが出ない、分泌されないんですね。だからトレーニングの時にもうアドレナリンが出ない状態なので集中力がない。もちろんアドレナリンが出ないと筋収縮にも、影響が出ます。だからトレーニングも影響出てきちゃうんです。で逆にトレーニングをしていると、アドレナリンがかなりバンバン出てたとします。そこで使い切ると仕事に行った時に、すごく書類がバーンって出された時とか無理難題の仕事を押し付けられたりしたりとかにアドレナリンが出て対抗する、よしやってやろうじゃないのっていう気持ちにならないんです。なので、どちらのパフォーマンスも上げたいのであれば簡単です。寝ることです。もうそれしかありません。睡眠を、取ると間違いなく、その副腎は、休養されます。まあこれはちょこっと雑談なので細かい話はしませんが、とにかく寝ることです。そしてバランスの取れた食事です。またって感じですけども、もうそれが人間の体は何万年ってやってきて、それが一番、回復するメカニズムになってるんですよ。はい。それを、なんか違う方法でとかいうのは、ありえません。人間の体ね、何十万年ってかけて作り上げたので、そうそうこの近代文明の四五十年で人体のメカニズムは変わったりしません。新しいサプリメント、新しい回復グッズ、出て少しは変わるかもしれないですけども、大まかの土台は食事と睡眠でしかありません。で、睡眠は7時間半がベストだとされています。で、食事ですね。食事は食物繊維を中心とした、いい脂質を取り、タンパク質は常に体に充満させた状態がベストです。はい、そんな感じで終わりにしましょう。いつも通りですね、ちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。そして最高ジャージインフィニットよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。